バラを濡らす雨しずくに子猫のひげ、クリーム色の子馬にカリカリに焼いたリンゴのシュチュルデール、名画が歌う私の好きなものはどれも詩的で美しくてみんなが憧れるような可愛さに満ちている。だけど綺麗に整えられたようなそれらは俺からしたら退屈だった。俺はもっとドロドロとした人間そのものを描いたようなものが好きなんだ。アメコミヒーローのフィギュアにブレイクビーツの名盤 CD、 いにしえの電波系ノベルゲームにガロ系の不条理ギャグ漫画、あとヤンヤンつけ棒にチロルチョコにチョコアアンパン。俺は俺の好きなものに囲まれた部屋で俺の好きなことをしている。今日の生徒会が大変でさ、ほら俺って来年には受験だろ、だから引き継ぐことが多くてさ。目の前のパソコンの画面には最近俺がハマっているゲームエグゾプライマルのゲーム画面が表示されていて、プレイを YouTube で配信しながら雑談をしている。今の同説は400人くらいで、この最強 VTuber 龍ヶ崎ノクス様としてはいつもより若干少ないけど、水曜日の夜という配信的にしょっぱい時間帯ってことを考えたら、まあ旧大点ってとこだ。うわ、スパチャありがとな。ゲーミングチェアに座り、マイクアームにつながれたコンデンサーマイクに向かってスパチャ読みをする。画面に映っているライブ 2D のアバターがパソコンにつないだカメラが捉える俺の動きに合わせて動いた。何何？ノクスが生徒会長の学校楽しそう、転校させろだろ。画面に流れるたくさんのコメントを読みながら、俺は座り方を変えて椅子の上で膝を抱える。せっかくのゲーミングチェアの意味がなくなってる気もするけど、この体勢がなんだかんだしっくりくるんだよな。で、うわぁ！不意に画面の中で自キャラが襲われた。俺は本音の驚きに4割増しくらいの配信補正をかけたリアクションをしながら後ろにのけぞる。このくらい大きく動かないとライブ 2D のキャラにうまく感情が乗らなかったりするから、半分癖みたいなものだ。うわ、やられた。おて、おっと、もうこんな時間か。そろそろ終わろうかな、明日もあるし。画面にはまだ終わるなとか、配信は1時からが本番とか、チャンピオンから逃げるのかみたいなコメントが流れる。よしよし、いい感じで殺伐とし、殺伐、よしよし、いい感じで殺伐としたノリになってきていて、コメントも俺好みだ。俺はキーボードの横に置いておいた人気アニメキャラの顔を模したペロペロチョコを一口食べながら、いつもの終わりのセリフを機嫌よく言う。それじゃ、グッバイ世界。いくつか、オツ、解散、その決めセリフいつまで言うんだみたいなコメントが流れるのを確認すると、俺は OBS の配信を切った。ヘッドホンを外すと、2年前にピンク色に染めた髪の毛が少しだけ揺れた。